ここはサルタ、吸血鬼だけが住んでいる町。そこには夜しかなく朝が来ない。夜更かしが大好きな子供たちの憧れの町。席について。サルタの鶏は鳴きません。その理由はヤニス。はい、朝が来ないからです。そうですね。先生、シピラが分かってるわ。ありがとう、ゲオルゲ。続けて3回目よ、シピラ。放課後、分かってるわよね。はい。そうそう、今日の長老先生の特別授業は延期になったので、2時間目は噛みつき方のテストにします。ねえねえ、ヒピラ知ってる？長老のこと。え？このところ毎日長老の家から不思議な光が出てるの、怪しいと思わない？ヒピラ、そういうこと調べるの好きでしょ？不思議な光ね。なんで俺様までこんなこと。まったくもう、くそ。イーストサルタ。はあ、飛べればすぐなのに。ん？あれが噂の光だな。到着。お邪魔します。長老、いますか？まだ登るのか。